こんにちは、りんちゃん、るいくんパパの究極グルメです。今日はですね、こちらとんかつ、スーパーのお惣菜のとんかつですね。こちらをですね、普通の食べ方とは全く違う新しい食べ方で劇的に美味しくする方法をご紹介させていただきたいと思います。スーパーでね、買われたとんかつを家で温めるのは、まあトースターとかね、おすすめしたいなと思いますけど、もう一回軽く揚げ直すか、あんまりレンジでチンすると衣がね、柔らかくなってしまうので、あんまりおすすめしませんが、はい、そして今日はですね、その他にタレ、ソースですね、普通の市販のソース、醤油、塩、何でもめちゃくちゃ相性いいんですが、さらにりんちゃんパパ流のタレを用意してですね、合わせて食べていくっていうやり方をご紹介させていただきたいと思います。まあご飯でもね、おつまみでも、まあおつまみでもビールとかね、そういうものにもすごく相性がいいので、ぜひやってみていただきたいなと思います。それでは調理スタート。タレの方を作っていきたいと思います。からし小さじ1、ごま、レモン果汁、小さじ2、はい、それでは食べていきたいと思いますが、これはですね、何をかけても合うように作っています。まずね、ソース、普通にね、通常とんかつといえばソースですから、ソースからね、かけていきたいと思います。で、真ん中ら辺はね、ちょっと醤油で、左側ですね、これはちょっと軽くお塩、何をつけても美味しくなっています。それではソースの方からね、いただきたいと思います。いつもとはね、一味違ったとんかつ、いただきます。うん。で、とんかつといえばご飯、めちゃくちゃ美味しいです。本当におすすめです。ね、卵黄ソースはもっとね、かけちゃっても全然構わない、全部かけても。で、真ん中のね、醤油、今度は行きたいと思います。いただきます。この卵黄に醤油は、あの卵かけご飯のなんか美味しさっていうか、とんかつとの相性もめちゃくちゃいいですね。濃厚な甘いタレですから、これはね、ご飯がもうめちゃくちゃ進む。醤油もそうなんですけど、であとつまみにもいいかなと。で、最後にこちらの塩、塩もね、とんかつって塩で食べると実は美味しいんですよね。で、塩とね、卵で、からし、これの組み合わせですね、ごまと、いただきたいと思います。うん。で、今日はね、撮影だからこのようにかけてしまってますけど、かけないでお皿につけながらね、食べるとまた他の楽しみ方もできますので。で、塩はね、あのおつまみ向きっていう感じですね。で、この塩、醤油に関してはちょっとね、さらにごま油少し垂らすとまた味変で美味しくなります。まあ、醤油、ごま油、卵黄いきたいと思います。うん、めちゃくちゃ美味しいです。なんか和のとんかつっていうイメージから、今度はね、中華風のとんかつっていう感じになって非常に美味しいですね。で、塩でね、ごま油だと、これはもう
完全にお酒とかも合うと思います。いただきます。うん、ほんと美味しいですね。卵黄もつけて濃厚かなと思うんですけど、あの先ほど入れたレモン果汁でキュッとね締めて、さっぱりさも出てて、さっぱりさも出てて、本当に美味しいとんかつになりました。はい、それではですね、スーパーのお惣菜カツですね、こちらの方を美味しく食べる方法をご紹介させていただきました、参考になった方いましたらいいねボタン、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。